本とタイ観光チャンネル。なぜできるその運転、車載カメラに映るタイの現実。皆さんこんにちは、日本とタイ観光チャンネルです。今回は車載カメラが捉えたタイで運転する人々の様子です。後ろの子供はノーヘルですが、こうして左を走り、左折する車の左から平気で抜けていきます。ノーヘルは日常なので、もう面倒なのでいちいち触れません。前は十字路でこちらは一時停止なのに止まらず、右後ろから出てきて前を塞ぐ運転。右折のインカーを出しているのに、当たり前に右から前に出る人たち、多すぎです。前のナンバーがないバイクタクシーに乗っている女性、両手で袋を抱え、しかもバイクになくなってません。道が悪いタイで、見ている方が怖いと感じます。落下したらどうなるのでしょうかね。タイは小さな川に急な斜面の橋があるのが普通で、危ないと思いますが、このまま見ていてください。すごいことになりますよ。前のピックアップトラック、ウィンカーを出して右折。制服を着たノーヘルの子供たち、なぜこういうことができるのか。対向車の許せない道を連続ノンストップ。当然こうなるわな。とにかく自分優先、直進するこちらを減速させてでも前に出る人。バイクはこうしてどこからでも出てきます。前がカーブ、それが何、追い越し禁止でもむしろ追い越すチャンスだろう。こっちは見通しが悪い、左カーブ手前でトラックを追い越し中。道路に入りたいから入っただけだろう。追い越したいからって排気ガスの後ろ、よく平気だなと思う。別にゆっくりなんだから逆走してもいいだろう。抜きたいから抜いて、何が悪い。追い越し禁止、カーブ、別に自由だろう、そんなこと。橋の下りを利用、普通だろう。ノーヘルって違法だったって。ちなみに前方を走る事故中のピックアップトラックがずっと同じ。動画は短く編集していますが、ずっと同じ道です。走行距離約 3km。 直角カーブ手前でしかも見通しが悪い、それが何。左から抜くか右から抜くか試案中でふわふわ。対向車、それが無理に追い越しで前を塞ぐ、あまりに普通にやられてます。ここから少し特有な、極めて独特な運転の仕方を紹介します。前に障害物があると減速せず加速して強制車線変更します。タイではあまりに普通にやられていることで、とにかく自分優先、これは車でも普通にやってきます。前に見かけたのですが、 T 字路で停車している前方の車の左側を止まらずに抜けようとしたオートバイ、停車していた車が左折を開始し、オートバイと接触寸前となりました。
急停車したオートバイの運転手は激高し、車を何度も蹴りつけ出したのです。いや、違法で左を抜けるお前が悪いだろう。先月、ドライブをしていたところ、走行車線に停車中の車、右側の反対車線でかわし、元の車線に戻ろうとしました。戻ろうとしているその左側にオートバイが入ってきて、危うくぶつかりそうになりました。信じられないと思いますが、本当です。左から前に出る、本当に好きですよね。真似する運転の日本人も多すぎですかね。そしてこういうことは、郷に入って波紋に従え、じゃないのでは。そもそもタイヤくずやゴミ、砂がたくさんあるのに、危ないとは考えないんでしょうね。犬が横断中なので減速。後ろから来てギリギリを抜け、減速せずに狭い道に先にはいる、ノーナンバーのヘル男。前に別動画で自分勝手が多いと触れていますが、意味がわかりますよね。興味のある方はこちらの動画を最後のリンク先からどうぞ。ここから車も含めていきます。タイ名物、汚い排気ガス、よく乗ってるな。寮で車線変更する車を未想定のバイクたち。こちらでは急な車線変更が当たり前なので、すり抜けとの接触事故多発なのに学ばないんだろうね。排気ガス、汚すぎです。左折でしょうか。そこ、駐停車禁止なんだけど。どう考えてももっと手前カートで停車できるよね。違法ノーヘルや違法運転も無関係で、交通整理するだけの景観。仕事の優先度違うんじゃないですか。左からの車が入れない。人が降りるのに慌てた運転手は、人が優先だろうに、捕まらなかったら足払い状態で転落してるぞ。汚い排気ガスの後は我先にと勢いよく入ってくる車。ここに横断歩道がありますね。こうしてどこでも渡るから事故や無駄な渋滞発生。横断歩道はここにもあるのに、とにかく面倒があるのが現地の人々。カーブ付近で膨らんだような走行でついでに車線変更、やめようよ。前は渋滞中なのに、その速度はおかしくないですか。左からフラフラとこちらに入らないでほしいんですが。この人、絶対左後ろの確認をしてませんよね。もっと後ろからバイクが突っ込んでくるって考えないんですかね。いかがだったでしょうか。タイでの運転は本当に注意と何度も動画をアップしています。こうして映像を見てもらえば、日本と似ている道交法なのに、こうなる理由がお分かりかと思います。一度運転するだけで山ほどらしさが撮影できますので、引き続きアップしたいと思います。